界と人間界をつなぐ暗黒の穴を開こうとしている7人の能力者。その一人シーマンはユースケと別行動を取った桑原に狙いをつけた。激しい雨が降る夜、不気味な液体モンスターが襲いかかる。シーマンは自分の血を液体に混ぜることでモンスターを作り出せるのだ。仲間たちが次々と捕まっていく中、必死に立ち向かおうとする桑原。しかし霊力のない今の彼に勝ち目はない。桑原復活、目覚めた力。何よ、お前桑原のところに行ったんじゃなかったのか。俺は犠牲行くっつって出てったろうが。ここまでバカとは。今のやつは霊力が使えんのだ。誰かが援護してやらねばならんだろうが。知るかよ、この大事な時に遊びに行ったやつのことなんかよ。それにあいつ霊力がなくなったんだろう。敵だって襲うだけ時間の無駄で。なくなったのではない、眠っているのだ。やれやれ、お前は戦い以外のことは何も分かっていないな。今度桑原に会ったら注意深く奴の気を探ってみろ。何かが生まれる瞬間の卵を見ているような妙な高揚感を覚えるだろう。お前よりも数十日遅れているが、奴も殻を破りかけているのさ。無事だったらの話だがな。この分だと敵の方が桑原の状態を分かっていそうだ。チクシュは行ってくれ。ああ、私も行くよ。そいつら話せよ、この野郎。行かれてんのかてめえ、たかがダチじゃねえか。いくら話せってんだ。桑原さん、こいつマジでヤバいっすよ。出直した方がいいんじゃないっすかね。おぼけた心配してんじゃねえよバカ。今すぐ助けるからおとなしく待ってろ。助けるだと？そんなボロボロの体で何ができるってんだバカ。やがった、ざまあ見ろ。まだやろうってのか、こんな奴らのために。ダチだかんな。てめえらの三文芝居ももう付き合ってらんねえよ。そろそろケリをつけてやるぜ。マヌケにもがいても中からはもう絶対に出られないぜ。やめろ。しまった、尻尾が。バカが、自分から突っ込んできやがった。そんなに死にたいんなら望み通りにしてやるぜ。くそバカ、その中こそが僕のテリトリー。外界から閉ざされた異次元空間だ。僕のテリトリーは入ったら最後、出ることは絶対不可能だぜ。僕を倒さない限りな。しかし
その中から手も足も出ないお前がどうやって僕を倒せる。絶望だ。カッコつけやがってバカ野郎が。薄っぺらい自己満足抱えてくたばりやがれ。木毛木島草村くっせぇ。どうしてバカな。てめえしっかりしやがれバカ野郎。俺底力出さねえよ。いつ出す気だこの野郎。ほら、どうした。苦しいだろう。叫べよ。自分だけ助けてくださいってな。人間なんてそんな無さ。叫べ、叫べよ。人間なんて。まさか、そんなはずはない。あの中は僕が作った異空間。あの中から僕を攻撃するなんて次元を超越しない限り。多空間結界を破ることができる能力者が必要だ。次元を切り裂く能力者だ。まさかお前が僕たちの探していた次元を切り裂く能力者。させやがって。今度はこっちの番だぜ。覚悟しろよ。くたばれ。痛いとこだがな。何を。ここに置いといたら死んじまうだろうがよ。このくそ。まさか俺まで助けるつもりかよ。たった今お前を殺そうとしたのに。助けたくて助けるんじゃねえバカ野郎。なんだ俺んちだぜ。帰ってきたのかね。Thank you.
潜水さん。来たか。結界を切り裂く能力者が見つかったよ。次の作戦に移ろう。はい、そう思ってグルメを連れてきました。気が利くな。トムロ、貴様の力を借りる時が来たようだ。任せてくれ。あいつらを殺せるなら俺は何でもやるぞ。無論今の体じゃ何もできないが、もう少し待ってくれれば。何をする。やめろやめろ。部屋だよ。散々探し回って帰ってみたらな、おめえら4人を背負ってあいつがぶっ倒れてやがった。たくこの子はいつも世話ばかり焼かせるんだから。沢村、霧島、大久保たちも無事ですよ。君のことは3人から聞きました。あの3人にはその後で昨日のことは全て忘れてもらいましたがね。洗いざらい全部喋ってもらうぜ。言っとくが、目標は無駄だぜ。俺たちにはな、独身術の能力を持つ仲間がいる。さ、喋ってもらおうか。喋りやがれ。カキは広島だ。また寝言？このバカ、何考えてんだか。ブー！僕たちは生きてちゃいけないんだ。死ぬべきなんだ。僕たちって君たちの仲間のことか。人間全部さ。お前らだって、お前らだってあのビデオを見ればそう思うぜ。ビデオ？なんだそりゃ。黒のショーっていうビデオテープさ。黒のショー？そうさ。今まで人間がどれだけ非道なことをしてきたか一目でわかるビデオだ。まさか黒の書。クラマ、知ってんのか。霊界の巨大資料館に収められている極秘テープですよ。極秘テープ？人間の影の部分を示した犯罪記録です。ヒエが欲しがっていた。人間は今まで様々な罪を犯してきた。その中でも最も残酷で非道なものが記録されている。何万時間という量だ。テープの存在は知っていたが、まさかそれが今回の事件に関係していると。人間が今までどんなひどいことをしてきたか、お前らは知らないんだ。だから善人ぶっていられるんだよ。お前らだってあのビデオを見れば価値観変わるぜ。人間は生きるに値しないってな。だから、だからなんだ。だから人間全部妖怪の餌になっちまいってのか。そうさ、お前は自分がどんな生き物かまだ知らないのさ。たまたま平和っぽいところで生きてこられたおかげでな。だがそんなのは人間の本質じゃない。お前、殺されるために並んでる人間の列を見たことあるか。明日殺されることが分かってておもちゃにされてる人間を見たことあるか。それを笑顔で眺めてる人間の顔をよ。目の前で子供を殺された母親を見たことあるか。その逆は。やってる奴らは鼻歌まじりでいかにも楽しんでますって顔つきだ。わかるか。人は笑いながら人を殺せるんだ。お前だってきっとできるぜ。気がついてないだけでな。あっちで休むといいわ。さ。で、おめえもそんな人間の方か。そうさ、
お前も一皮むけば同じだよ。俺よ、桑原に聞いたんだよ。なんでこんなやつ助けたんだってよ。したらあいつなんて言ったと思う。おめえが助けてくれって言ってるように見えたんだとよ。そん時は笑っちまったけど、今のお前見てるとなんかわかるぜ。お前の口を割らせるために助けたなんて取ってつけたような言い訳してたけどな。正直言ってあいつはバカなやつだ。おめえが毛嫌いしてる人間だ。でもあいつはおめえのことを夜寝るとそのビデオの夢でうなされて目が覚めちゃうんだ。昨夜も殺された人たちがみんなこっちを見てやがった。まるで僕がやったような気になってくる。どんどん自分が薄汚い生き物に見えてくるんだ。訳も分からず何かを償いたくてどうかなりそうになるんだ。誰でもよかったんだよ。どうしたらいいのか教えてほしかった。チキショー、チキショー。休ませてやりましょう。ああ、もう彼は無害ですよ。人間のしてきた悪の中でも最も非道で残酷なもの、それだけを収めたビデオか。そんなにひでえ内容なのかな。想像はつきます。普通の人なら5分と持たずに人間の見方を変えてしまうでしょうね。脅かすなよ、不安になってきちまうじゃねえか。心配なく、邪悪な心はあくまで人間の一面にしか過ぎませんよ。そうだよな。しかし彼がそれを人間の全てだと思い込んでもおかしくはないな。黒の章のビデオはそれほど内容が過激で悲惨なんだ。そのために霊界の中でも限られたものしか見ることができないらしい。あ、ごめんごめん。やっぱし脅かしてんじゃねえかこの野郎。それより昨日俺がどこに行ったか言ってませんでしたね。ああそういや、実はコエンマと会ってたんですよ。コエンマに？霊界テレビを使えばよかったじゃん。どうしても直接聞きたいことがあってね。ん？昨日は言葉を濁してましたが、彼の今の証言ではっきりしました。コエンマは首謀者の正体を知ってます。なに？これからコエンマに聞いてみ。やいこらてめえ、はっきり説明しろ。ことと次第によっちゃ俺はもう仕事やめんぞ。はい。そうか、あのテープが利用されていたか。これで決定的だな。初めっから犯人の目星はついてやがったな。なんで今まで黙ってた。確証がなかったのは事実だが、信じたくなかった。それが本音だろうな。どういうことだよ。結論から言おう。首謀者の名は潜水忍。霊界探偵だった男だ。これが探偵当時の潜水の写真だ。高校生の頃のな。こいつ、俺が見たのは確かにこいつだ。年はもっと上だったが、やつは正義感の強い男だった。度が過ぎるほど潔癖だった。やつが姿を消したのは10年ほど前。行方をくらます直前にやつは口癖のように言っていた。人間は生きる価値があるのだろうか、守るほどの価値があるのだろうかとな。黒の章のビデオの紛失、それに我々が気づくと同時にやつは消えた。しかしなぜ今頃になって。気をつけろよ雄介、やつは手強い。わしもこれからすぐ人間界に向かう。潜水忍、そんな野郎に人間界をめちゃくちゃにさせはしねえぞ。チャンスはくれてやったぜ。俺の後釜ができるまで待ってやった。決着をつけようじゃないか。人間は生きるべきか死ぬべきか。潜水忍、生
昔霊界探偵だった男が今ユースケたちの前にその片鱗をあらわにしたのであった。なんだって敵の正体が俺と同じ霊界探偵だっただと。でもなぜそんな奴が境界トンネルなんかを。一体奴の過去に何があったって言うんだ。けどよ、これだけははっきりしてるぜ。今の奴はマジだ。次回霊界探偵の黒い過去、盾にあの矢見てねえぜ。割れた鏡の中映る君の姿、泣いている泣いている、細い月をなぞる指、誰を呼んでいるの、消えた恋の背中、何度でも何度でも君の窓を叩くから。You know